それでは今日もジョグを組んでいきたいと思います。下にこのようにマットを引くとですね、工具も傷つきませんし、ネジとかが落ちても転がっていかないんですね。便利ですよ。スロットルボディのメインハーネスを外すときはこのように下から上に持ち上げる感じで外します。押し付けるタイプではないです。指導性に若干難があるのはこの中のせいかもしれないということで開けてみます。これは一般には分解したらダメなところなんですけども、スロットルポジションセンサー、その他になりますね。指導性が悪いのと安定しないのは燃料ホースの中にエアが混入しているのかもしれません。ここに塗料でアイマークを書いています。純正の位置です。ここが来るとどうなるのかというと、全開にしたのに全開にならないとか、おかしな症状が出てきます。内部はこのようになっています。この部分を分解しようと思うんですが、このネジがすごく硬いんですね。それでベラのダイヤモンドコーティングのドライバーでもクニペックスでも開かないんですよ。なのでここを若干温めて温度で取ってみたいと思います。熱で取れましたが動画が取れてませんでした。中異常なかったです。前回この工具を紹介した時、調べてもわからないよっていう方がおられたので品番を調べてみました。非常に使いやすいお気に入りの工具です。私も過大入力をかけてしまったために一箇所曲がりができたので、さらに一本注文し直しました。前回二液性のエポキシ樹脂で接着したんですが、いつまでたっても固まりません。FRP の硬化剤なんかだと入れすぎるとすぐ固まっちゃうんで多い方がいいかと思ったんですけども、エポキシ樹脂に関しては適正量かそれ以下でないと固まりにくいということですね。知りませんでした。そんな話をしていたらベース仲間の増田さんが送ってくれました。ありがたいですね。送ってもらったスロットルボディのコネクタ、ここが壊れています。これを移植すると2個位置できます。水没ジョグはこの中にも泥が入っています。送っていただいた分を清掃後組み付けます。ここにオーリングがあります。今日は1月と思えないぐらいあったかいんです。これだけあったかいとゴムのインシュレーターなんかが柔らかくなって非常に入れやすいです。寒い時はヒートガンなどで温めると入れやすくなります。ここの切れ込みに合わせます。いろんな角度で使えるので便利です。この品番で調べてみてください。スピードメーターも取り付けました。レンズですが、ここを持ち上げてマイナスドライバーでこじると簡単に外れます。反対側もちょっと持ち上げてこじります。簡単に外れます。メッキが若干剥げてます。反対側が難しい、力技でやっちゃいました。ソケットの部分は錆びているので錆を落としてから組みます。
おそらく AI が混入していたんだと思います。部屋の木できました。メットインを入れる前に配線を挟まないようにこの4箇所は確実に確認しておきます。2018年1月7日に起こった豪雨災害で水没したジョブがうちに来て1年と6ヶ月が過ぎました。ようやく完成です。とても長いシリーズになりました。直していて思ったことは、水没車っていうのは非常に手間がかかります。金銭的なことを言えば絶対に直してありません。しかし水没するとエンジンはどうなるのかという技術的なことも知りたかったのもありますが、このまま廃棄されるバイクをどうにか救いたかったというのがあります。このバイクを救うためにいろんなパーツを提供してくれた皆さんの協力が本当にありがたかったです。配線と ECU を送ってくれた青木くん、佐藤くん、カウルを提供してくれた磯野さん、スロットルボディを送っていただいた増田さん、バイク自体を譲っていただいた瀬尾さん、そして何より被災された元所有者のオーナーさん、皆様ありがとうございました。最近は異常気象によりこのような災害が各地で起こっております。皆様の安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。